潮のインタビュー7連敗あらせがまたガブリオル早くな、もっと精神的に大人になれよ。本当に困ったもんだ。もう日が暮れる。歌詞が違っているところが5つあります。その違った歌詞を答えてください。それでは聴いてください。叱られて BG4 が歌っております。叱られて怒鳴られて、あの子は駅前間違いだらけの叱られてるでございましたけれども、それではさっきはこちらでしたね、選考がね、はい、では行けばどんな夢を
五大悟が聞いたら怒るようないろんな場合、今日は汽車ポッポというのを聞いていただきます。BG4 が歌っています。さあスタート。汽車汽車ポッポッポッポシュッポシュッポシュッポッポッ、みんなを乗せてシュッポシュッポピッポッパ、そうスピード新幹線、カラスもトップトップ家もトップ、走れ走れ走れ駅弁だ駅弁だスタジナ。どうもなんとも変な汽車ポッポでございましたが、まあ間違いが5つ分かりましたでしょうか。たくさん歌いますけれども、例の無双花、間違った歌詞5箇所ありますので、その間違った歌詞を答えてください。 BG4 の歌ね、無双花スタート。分かりましたでしょうか。でございます。 BG4 の歌で聞いてください。5箇所間違いがあります。さんそっくりのスタイルだったんですが、歌詞の間違いが5箇所あるんですね。それを覚えておいて間違った歌詞を答えてください。それでは参りますよ、7つの子です。スタート。カラスメなぜ泣くのりたま、カラスは山に行く、かわいい
さあ皆さん覚えてますか。ではこちらのチームから参りますところを答えてくださいね。42年にブルーコメッツが歌って、レコード大賞を取りましたブルーシャトー BG4 の歌です。BG4 の面々いい気持ちそうに歌っておりましたが覚えてるかな。秋山幸子さんから参りましょう。100円。半年で答えを出すと言うけれど窓際で暮らした年月をという名前に変えた方がいい。左下右下はい当たりまた問題を言う前にやられました。どういう問題だと思ったの。え問題歌と衣装が違うのはどれでしょうか。衣装じゃない、いやね歌と振りが違うね、違う。でも合ってますよ。あ答えは合っておりますが問題は、このね、衣装とそれから、振りが違うのは4枚のうち1つあります。どれでしょうというんでしたが、ペッパーケーブルとこうやってこうやりますでしょ。それをこれはピンク台風の衣装でやってるってんでこれが違いました。これ分かりますか。なんだか何ウォンテッド、はい、これはサウスポー、これはね、知ってたけど先にやれちゃったね。ね、はい、チェック4これで終わりましたけれども、
これで前半は終わりました。前半終わってちょっと得点ボードを見てみましょう。中間です。50対30で、松戸4中チーム1年生の方が3年生のお姉さんをリードしております。しかし後半はトレードがありますのでね、勝敗はどうなるか分かりません。後半へ行く前にチェック&チェック。俺のパンチは沖縄のリズムだ。息を詰め瞬きを止めたチャンピオンの心にふるさとのリズムが響く。 2way 4スピーカーのステレオサウンド、音が広がるステレオワイド回路、音声多重のすべてを内蔵した三菱音声多重カラーテレビマルチックス4。マルチックス。マイクロコンピューターが全てのメカニズムを制御する三菱マイコンビデオ新登場。巻き戻しから再生が、早送りから再生もダイレクトに、全ての操作がマイコンでダイレクトにワンタッチ。また6番組の予約録画もできます。三菱のマイコンビデオ。いよいよ後半戦です。後半はトレードがありましてね、勝敗はあっという間にひっくり返ります。あ、もう問題が出てしまいましたけど、これは1枚の絵でね、5つ間違いが入っています。それを交互に当ててもらいますよ。先行のチームから当ててもらうんですが、これは夕涼みをしながら花火を見ている、そういうところですね。夏の夕方です。さあ、それではリードしている松戸4中チーム藤田君から参りましょう。はい、違ってるの言って、わかんないと次行きますよ。3、2、1、や、次だな。はい、庄司君、あ、庄司さん、はい、花火の形が違いますね。はい、そうです。よく見てください、六角形の花火なんかありませんね。庄司さん、すごいね。もう50点になっちゃった。はい、長尾さん君行きましょう。豚の形したっていうかね、あれの蚊取り線香っていう、それが入っている。あ、今の子あんまり見たことないかな。中3ぐらい古くなりますとこういうのはよくわかる。ありましたね、これね。ありました ね、つまり間違ってないんですよ。はい、はい、深川さん。夜なのに朝顔がそう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 。あ、そうそう。はい、それでは武井君。風鈴がある。風鈴、風鈴どう違うの。これはいいんですよ。もっと違うとこ見て。麻生純子ちゃん。すだれ。すだれじゃないな。あ、じゃあもうしょうがないな、中里くんいっちゃう。スイカ。スイカ、はい、当たり。スイカの種ですね。種、こんな綺麗に並んでおりません。キャプテン来ましたよ、いよいよ。なるほどね。はい、まだね。さて、まだ2つある。2つね、ええ、さてと、よし、あ、今井さんか。今井さん、ごめんなさい、今井さんだった。今井さん抜かしちゃった。それ失礼しました。今井さん行きましょう。よかったよかった、はい、ごめんなさい。わかりません。わかんない。で、秋野さんだ。あの、椅子がね。はい、そうです。ちょっとこちらがミスりまして、順番間違えまして、全ての方にもう、答えてもらいましたので、中さんわかりませんでしたわ ね、 ね、2対2、引き分けに終わりました。もう一つ、もう一つ、で、みんな答えちゃった、全員が。2対2の引き分けに終わりました。それで答えがあと1つあるんですが、これなんですね。これが分かりませんでしたか。いいですか、ここのところ。どれ。あ、何何。あ、着物の合わせ。帯。帯。帯、帯じゃなくて、あの、帯じゃなくて、この合わせ、合わせ方ですね。合わせ方、合わせ方が逆なんですね。これ逆なんです、女の子のね、言う方を。はい、ちょっと残念でした。2対2の引き分けに終わりました。したがってトレードはありません。得点の方はこうなります。90対70、依然として、20点差で松戸4中チームがリードしておりますけれどもね。次は、今度はトレード問題の2番目は間違いソングです。聞いてください、スタート。
チェックリポートで、三浦海岸にやってまいりまして、いろいろなところにこうズームインをしております。夏はね、やはり海に来るのが一番です。この中に5つ間違いがありますんでね、それを探してください。この中に5つ間違いがありました。それを今度答えてもらうんですが、さっき藤田君からでしたから、今度は庄司さん答えてください。はい、あの氷っていう字が違いました。はい、そうです。氷という字が水になっておりました。今度藤田君、スイカ割りの時、はい、あれ見えてた。はい、そうです。水中メガネをかけていては見えますね。はい、今度深川さん。わかりません。わかんない。あ、残念ですね。長尾作品、パラソルっていうか、それの、はい、あの上のところが透き通っている。はい、そうです。あれは日陰なんだけおかしいんですよね。はい、麻生純子さん。油を塗っていた。はい、そうです。天ぷら油を塗っておりました。これはちょっと困りますね。もう一つあります。武井君と海に入る人が上の服を着てませんでした。うん、上の服着てなかった。海に入る人は良かったんだけど、ちょっとそうじゃないですね。近いですよ。海に入って砂浜で、うん、ヨットの方が、あ、ちょっと違う。中里くん、プロパンガスを担いでました。はい、そうです。そうです。 LPG ガスなんていうボンベを背負って海に入っていた。これちょっとね、息なんかできませんね、こんなことしますとね。はい、チェックリポートは3対2で松戸四中チームの勝ち。なかなか好調です。はい、はい、キャプテン、じゃあすいません、藤田くんちょっとね、行ってきてください。当然庄司さんをいただきたいと思います。あ、そうですね。70点対20点のトレードです。はい、パチン。はい、得点が変わりました。200対60ということで、松戸四中チーム1年生大いに頑張ってリードしております。さあ、最後の1問で、ね、逆転しなきゃダメですよ、ね、3年生だもんね。それでここで間違いソングです。聞いてください。南に向いてる窓を開け、一人で眺める海の色、美しすぎると眠くなる、若さによく似た真夏の蜃気楼。 Wind is blowing from the夢を見る。ああ、布団の中でお眠りなさい。 Wind is blowing from the Asia。 女は恋。見せられてというね、まあ、大人の歌で言ったんですが、分かったと思います。それじゃあ今度こっちへ移ってきた庄司さんからいきましょう。はい、若い男。はい、そうです。好きな男というところを若い男と歌っておりました。はい、こちらの藤田君。眠くなる。眠くなる。はい、そうです。はい、そして今度は長尾さん君。布団。布団。はい、そうですね。布団の中でって歌ってましたね。はい、深川さん。わかりません。わからないですか。はい、武井君に行きましょう。ちょっとわかりません。ちょっとわからない。それでは今度麻生純子。真夏。はい、そうです。真昼のというところを真夏のと歌っておりました。はい、エース行きましょう。眺めている。はい、そうです。さすがさすが、眺めている。それで3対2、松戸四中チームの勝ち。最後の問題でも勝ちました。トレードをしてした方がいいですかね。そうですね。やっぱりしましょうね。はい、はい、じゃあ、武井君が今20点かな。はい、そうですね。武井君と、じゃあ、藤田君返していただきましょうか。あ、そうですか。はい、はい、はい、返してください。はい、こちらへ出てきてください。パチーンということで手が当たりました。武井君だけがこう一人ちょっとこちらのチーム行ってしまいましたけれども、こちらの松戸四中チームが勝ちました。得点を見てみましょうね。こうなります。280対80、200点差で松戸四中チームが勝っております、ね、
惜しくも敗れました石神井中学校の3年生の女子学生たちにはこのレターセットをね先ほどご紹介しましたけど、これを皆さんにあげますのでこれを使ってください。はい、そうしてですね、今度はですね、ここでトップ賞ということになるんですが、トップ賞はやはり90点の庄司由紀子さん、トップ賞は庄司由紀子さんに決まりました。これはですね、庄司さんには番組から三菱電機のこのラテクロ、これあげます。これをご褒美に差し上げますね、使ってくださいね。ね、嬉しそうな顔です。はい、どうもおめでとうございました。さあ、それでは勝った松戸四中チームの諸君、商品を決めましょう。エース出てきてください。もう当然僕だという感じで出てきましたあそこにいろいろ書いてあります。あれ、どれが欲しい。スタートしてください。はい、スタート。はい、どれが欲しいかな。ラジオカセット、ラジオカセット、よかったよかった、嬉しい。はい、じゃあ皆さんどうぞこちらいらっしゃい、どうぞこちらいらっしゃい。いやー、これです。このラジオカセット、このラジオカセットをあげます。よかったですね、よかったね。ラジコさん欲しかったの。はい、持ってなかった。持ってません。あ、そうですか。それにしてもね、庄司さん、庄司さん、あなたは随分頑張ったけどね。ね、頑張った。ね、ね、ちょっとダメでしたね。来年はあの高校受験でしょ。ね、今夏休み大変じゃないの。はい、今日はちょっと勉強休んでね、はい、ね、息抜きして、それでまたこれから頑張ってくださいね。はい、1年生の諸君はまだまだね、のんびりいろんな夏休みはもう本当に楽しく遊んでると思いますけれどもね、それじゃあ頑張ってね、勉強してくださいね。はい、どうですか今中学生当時のことを。でもみんなよく漫画だとかなんかしてますね。漫画だけじゃなくて、ああいうあのなんだかお芋の花が違うとか、ね、そうそうそう、あれは理科だからね。理科ですもんね。私全然今日分かんなかった。中さんなんかもう昔の漫画のことばっかり言っておりましたけどもねちょっとこちらで出てくださいよ。中さん今日0点じゃないですか。あ、0点だ。0点です。あ、今日はね、若いもんに全部任したからね、遠慮しちゃった今日は。あ、そうですか。皆さんにはね、あのね、番組の参加賞としてね、三菱電機からのね、鉛筆削りを差し上げます。鉛筆削りも差し上げますので、それも持って帰ってください。みんなどうもありがとうございました。今日は中学生大会でした。さよなら。チェック&チェックでは4人1組の出場チームを募集しております。完成はがきにご覧の要領でご応募ください。宛先は郵便番号 107 東京都港区赤坂5丁目 TBS テレビチェック&チェック出場者募集係です。うちは自家農園。戦時中ね、あの後楽園球場でさつまいも作ってたの。それ以来野菜作り欠かしたことはないのよ。自然の恵みはみんなここにしまっちゃう。スルスルスルっと出し入れ楽な引き出し式野菜専用室、野菜専用室さん、よろしく。三菱冷蔵庫みどり、野菜の心を知っている冷蔵庫に入れてもらいなさい。この番組は未来を開発する三菱電機の提供でお送りしました。これがうちのメルコム80です。誰でも使えるメルコム80です。誰でも使える、誰でも使える、誰でも使える。それはどういう意味じゃい。はメルコム80のことです。うん、よし、発展する我が社のまさにオフィスの花。あら、花だなんて。私コスモス、コスモス。三菱オフィスコンピューターメルコム80。 Thank you.